こんにちは。このロボットスパスボイ2017にご来場いただきましてどうもありがとうございます。オーガナイザーの牧田と申します。今日は長い時間になりますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。簡単にこのフォーラムの説明だけいたします。このフォーラムはですね、ロボット研究者技術者の皆様にロボットの面白さや研究の楽しさ、これからの展望や、そのロボット開発等に関わるその思いですとか、そういったものを熱く語ってもらいたいという趣旨で始めたものです。で、前には書いてないですけど、手元のチラシには書いていますように、この会場だけではなくてインターネットで中継をして、ちょっとトラブルでユーストリームのみの配信になっておりますけれども、直り次第、ニコニコ生放送と、YouTube ライブでも中継をしたいと思っています。そちらでも、全国世界で見ている人がいたらぜひコメントをもらえればなと思っています。Twitter では、ハッシュタグこのロボというハッシュタグで質問等を拾っていますので、講演中に何かあればツイッターユーザーの方はぜひコメントいただければと思います。今日の流れですけども、はじめに、小倉様にロス勉強記録このロボ出張版というタイトルでここにお願いします。次に清水さんに生態機械融合型ロボットの作り方、続いて山田様に蛇型ロボットの実用化に向けて、で佐藤様にサイボーグインセクト、石原様に子供アンドロイドロボットが育ち期を現実で、最後村井さんに人の作り方、測り方、動かし方という講演で、今回6名の講演者にお願いをしています。で、各講演ですけれども、基本は15分、発表15分で質疑5分を予定しています。佐藤様、シンガポールより今回お越しいただいておりますので、ちょっと10分長めに講演時間を取っています。途中5分間のインターバルを取っていますので、多少時間が伸びてもバッファーとして機能するようにしています。はい、オーナーザーからは特にこれ以上あまり言うことはないので、時間、小倉さんの準備ができ次第35分から開始したいと思いますので少々お待ちください。